踊りはなんじゃあ。あーラブっちゃって、前回いつの間にやらキャンペーンでトミオが追加されたことに気づいたのぜ。うつ主さんみたいにあらかじめ借地上下に工程決めちゃうと修正がめんどいにょん。でもその工程より早め早めに進めていたわけだからなんとかなるわよね。今は京都駅のスタンプをゲットして西大寺方面に戻るところよ。それでは近鉄デジタル駅スタンプ72個を3日間でゲットする。第4夜本編を始めますね。本当は16時10分発の特急を抑えていたけど、その一つ前に間に合いそうなのよね。だからスマホとずっとにらめっこしていたのね。スマホで変更手続きをちょちょいのちょいと。まあ間に合うなら早く出発する方に乗るに越したことないな。後ろは2万2000系2両編成で、前は2万2600系2両でしたね。久しぶりのリクライニングだ。30分乗れるのも嬉しいにょんね。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は奈良行き特急です。途中丹波橋、高野原、大和西大寺に停まります。次は丹波橋、丹波橋です。京阪電車はお乗り換えです。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。車内はすべて禁煙です。おタバコはお吸いにならないようお願いいたします。喫煙質問も早過去。高野原にも停車するのね。夕方以降の京都発特急は停車するからね。逆に京都行きの特急は午前中停車するのぜ。30分でもコンセントがあるのはありがたいですね。今回はスマホの充電を優先。ずっと調べ物やらなんやらしてたしな。それじゃ忘れないうちに済ませるわ。早速手をつけるんだ。また淀川橋梁を通っていくわ。さっきと違ってリクライニングシートに揺られていると前回とは違った感触ね。同じ景色でも違って見えるってか。高野原のランドマークの岡田屋が見えてきたわ。もうすぐ高野原駅ですね。ジャスコが懐かしい。もうないじゃねえか。そもそもうつ主さんイオン行かないにょんね。マイバスケットなら近くにあるからたまに行くみたい。さて着いたわよ。奈良線も合流してきたな。もう最大事ですね。富尾に向かうならここから奈良線ね。あら5802Fで51型コットソーラッピングね。ロングじゃなくてクロスになってるにょん。5分しか乗らないのが残念ですね。いざキャバクラ、とっとと座席キープするのぜ。このまま尼崎まで行っちゃいたいですね。難波から先はフリーパスの範囲外だからそれはダメよ。え、そっち？学園前だにょん。富尾はお隣ですね。それじゃ追加されたスタンプをゲットしようじゃないの。東改札はこっちだな。見つけた。ちゃんと読み込んだわね。やっぱり110周年記念のスタンプなのね。じゃないとわざわざ追加されんだろうしな。お次は生駒でいいんじゃない。その後に京阪奈線や生駒線も行けますしね。そうね、ひとまず生駒に向かうわよ。サナエが言った通り生駒からもあちこち広がってるからね。本尺環準急難波行きだな。通過列車の後にやってくるわね。もう17時前なのね。今日はどこまで乗るにょんか。30以上は集めないとね。八木から西の標準機の路線は全部ゲットするつもりだったわね。まあ確かにそれぐらいしないと明日から厳しいですもんね。じゃあ今日はまだまだね。当初の予定では22時ぐらいまで集める予定で結構前倒しもできたけど、富尾が増えてどうなるかね。生駒に着いたのぜ。よし。で、唐突にどこだよここは。メトロの車両ということは、京阪奈線にょんね。
次は新西切ってわけね。お隣といっても長いトンネルの先ですね。再利用しているわ。トンネル通ってる間に大阪府に入るな。ようやく外に出たにょんね。出るやいなや新西切りよ。ちなみに富尾に寄ったことで今乗ってる列車は当初の予定通りね。ここまで稼いだマージンでなんとかなったってことね。じゃあこれからは予定通りでいいんだな。最初に組んだ構成がベストというわけでもないから再検討中よ。スマホに夢中になって転がないでくださいよ。ここで怪我しても周りに迷惑かかっちゃうから気をつけてね。わかってるわよ。順調順調。24個目だからちょうど3分の1ね。2個だけだが軽犯な線も完全制覇だな。さて生駒に戻らないとね。今度は近鉄の車両がやってきましたよ。7000系のようね。生駒にすぐさま戻るにょん。生駒からは改めて大阪に抜けるのか生駒線に向かうのか。それなんだけどね、最初は東花園まで往復しようと思ったんだけど。そう言ってやってきたのは生駒線のホームだな。生駒から東花園往復するより後でってから東花園往復した方がいいかなって。生駒からだと区間準急だと各駅停車だものね。ってからなら準急でも区間準急でも停車駅変わらないしね。距離自体もってからの方が近いんだっけ。だから先に王子に向かうわけですね。その次は俵本線よ。生駒を発車したらすぐに奈良線とサラダバーだにょん。軽犯な線ともね。なんとなく外にカメラを向けたら元三条口に到着するところだったわ。防線駅だから上下線が同じホームを使用するわね。これなんて読むにょんか。しばらく待ってや答えが出てくるわよ。ローマ字が読めやな。湿気なバナナだにょん。ちなみにヘブリと読みますよ。市議さん下駅に着いたわ。かつてはここから東市議工作線があったけど交通の便のいい西市議工作線が開業したら利用者も減って1983年にダビに伏したわね。次は王子です。この電車は次までです。西田原本方面の JR 線はお乗り換えです。王子手前であの大和川を渡るわよ。大阪線をヤギまでしか乗車していないから今日はどうかなと思ってたけど、生駒線乗車中にまさかの今シリーズ初遭遇ね。毎回ほんと飽きないなお前ら。王子に到着したわね。さてスタンプどこだにょん。よしよし。ここで詰まると新王子で乗り遅れちゃいますからね。25個目だにょん。今度は西田原元に行くのよね。そのためには王子から。王子駅出てまっすぐ東に進めば新王子駅があるはずにょん。これ看板だ。これで西田原元のスタンプをゲットしつつ橿原線の田原元に抜けるんですね。その後は八木に向かって八木から西の大阪線のスタンプを漁るのかしら。しかしどこから乗るにょんか。確か終点の西田原元って東端式で改札も先頭車の方じゃなかったかしら。田原元で次の列車までの接続は5分だけど、その5分の間にスタンプゲットして田原元に移動線とならんのか。それじゃ西田原元の改札にすぐ出られるように先頭車に乗車しましょうか。座席はよりどり緑だにょん。それじゃさっさと先頭車に行っちゃいましょ。伊賀キャバクラ。券売機を見つければすぐですね。電車が遅れなければなんとかなるかしら。
道中何も取らずに寝ていたらあっという間に西田原元。さっさと降りて急いでゲットして田原元に移動するにょん。一発で読み込んだわ。さ、急ぎましょ。京都線橿原線系統はこれで揃ったわ。急ぐのぜ。どうやら無事間に合いそうですね。橿原神宮前にもあるんじゃなかった？南大阪線系統は明日よ明日。短いけど八木に向かうところで一旦切るわ。先週日にいろいろやらかして心も体もズタボロなのよね。それ以上にいろいろ忙しいのぜ。すまんのぜ。無計画に旅の計画を立てるからですよ。旅先で編集するのもあれだしね。それじゃ次回ね。ご視聴ありがとう。じゃあ待ったねー。